ありがとうございました。 いらっしゃいませ。 ありがとう。 ケンシロウさん、ついに時が来たようです。スフィアシティに一体何が起きようとしている？スフィアシティが真の姿を現そうとしているのです。知っているんだな、その正体を。 スフィアシティは核戦争前の旧世界の英知の結晶とも言うべき軍事施設。いえ、正確に言えば世界最大の核ミサイル発射施設なのです。核ミサイルだと？スフィアシティから湧き出る水や電気も全ては軍事施設を今なお稼働させ続けている高速増殖炉によるもの。 この分厚い透明の壁がかつて世界を終末に導いた核の炎から施設を守ったというわけか。スフィアシティは
戦争前の力を残したまままだ生きています。父が町を外壁で囲み衛兵隊を作ってまで部外者の侵入を防いだのはその事実を知られないようにするため。再び核戦争を起こさないためか。おそらく奇跡の間と呼ばれる塔の最上階はスフィアシティを制御するための部屋。最後に核ミサイルのスイッチを押した人間が生き残れるようにするために用意された生命維持装置。私はそう考えています。それが奇跡の間の正体というわけか。では地震はなぜ起きた。おそらくですが核ミサイルと何らかの関係があるのかと。貴様、お前に話しておかなければならないことがある。何でしょう。ユリアの生存を確かめるために山に登った時ある男に会った。ある男。長い間山の上からこの町を見守ってきたらしい。男は3年前にこの扉が閉まったことも、そこで何があったのかも知っているようだった。その男がお前に伝えてほしいと言ったのだ。もしもの時は地下に避難しろと。避難しろ。もしもの時が起こりうるということですね。ごめんなさい、今まで黙っていて。いや、お前がユリアを拒絶していれば今頃彼女は死んでいた。感謝している。私は感謝されるようなことはしていません。ただ剣王様のご意志に従っただけです。何、剣王だと。そう、以前お話しした父ナダイが仕えていた方とはあの剣王、あなたの兄上ラオウ様なのです。大変だ貴様。どうしましたジャグラン。剣王が町に乗り込んできやがった。ラオウがここに。待てよ。なんだよ、何すんだ。待てよ。なんだよ、何すんだ。おい待てよ。今日の試合すごかったわ。そこの甘い軽くぶっ殺してやんよ。軽くよ。来るぞ。
助けろ。待って。待ってください。おい待てよ。待ってください。待てよ。なんだよ。いらっしゃいませ。ありがとう。なんだよ。待って。どうぞ。おい待てよ。お、お客さん見ていっぱい。待ってください。待てよ。おお、おい助けろ。何がどうなってんだ。とにかく俺たちも山頂へ向かおうぜ、ケン。
剣王様、このスフィアシティでこれから起きることをご存知なのですね。ナダイから全て手紙で知らせを受けておる。やはりそうでしたか。ヒサナイ、あの奇跡の間の寝台が何かを分かっておるか。ええ、核ミサイルの起動装置ではないかと。そうだ、あの部屋の中央にある寝台に人が横たわり眠りにつくと、スフィアシティの扉は閉まる。扉の横の砂時計は砲台にエネルギーが充填されるまで残り時間を示しておる。つまりあの砂が全て落ちた時、このドームは完全に開き発射の準備が整うと。眠る者が目覚め、寝台から背を離したその時、世界は再び核の炎に包まれる。ユリア様が起き上がった時、全てのミサイルが発射されてしまうということですね。ユリアの傷が癒え、目覚めるまでの間にこの扉を開け、奇跡の間から連れ出すつもりだった。だが名代なき今、扉は開かれぬ。ナダイは扉を開けられるのか。かつてこの軍事施設を発見し閉ざされていた扉を開けたのはナダイだった。なんだと。
剣王様、あれは…ここが扉のようです、剣王様。ここは、おそらく軍事施設。旧時代の遺物のようだな。そのようですな。まだこんなものが残っていようとは。しかしその遺物もうまく使えば、新時代を切り開くこともできましょう。壁の向こうには、水が湧き出ております。この資源を使えば、ここにあなたの居城を築くことも可能。我が波動の礎になるために待っておったか。ならばまず、この扉を開けねばなるまい。北斗、交渉派！我が奥義、交渉派を跳ねのけるか。剣王様、ここは私が。なだい、何を。我が剣、名と経験の極秘は、陶器を雷に変化させ増幅し操ることにあります。この旧世界の危機の仕組みも我が剣によって乱せるかもしれません。見事だ、ナダイよ。はどうやら地下から水を汲み上げているようです。しかも、その原動力である電気もここで作られている。ならばその電力はどこへ。剣王様、あの塔へ行くぞ、ナダイ。剣王様、これは…お待ちください。ここに伏せし者、あらゆる傷が癒され無垢なる肉体へと帰り、その清らかなる身をもって新たなる世界の神にならん。新たなる神が目覚めし時、神の殻は破れ、天空に新世界を告げる槍が解き放たれん。核ミサイルの起爆装置だ。何だと。よいか、ナダイよ。ウヌはこの水と電力を使い町を築け。その町の統治者となってこの施設の正体を隠せ。では剣王様は。我が波動にこのような異物は不要。ナダイよ、必ずよ、この施設を守り抜け。剣王様。おい、ふざけんな。
あの、ああ、死ぬ覚悟はできているようだな、ケンシロウ。覚悟するのはお前の方だ。ほう、闘気をまとえるほどにまでなったか。行くぞ、ラオウ。ケンシロウよ、貴様を倒し、この場所を北斗神拳終焉の地にしてくれるわ。お前はもう死んでいる。このラオウ、高烈派。ケンシロウ、ケンシロウ、受けてみよう、このラオウ、無敵の剣。
くも。Ah!
貴様がここまでやれるようになるとは。お前の負けだ、ラオ。ふざくな。この程度の傷を負わせたぐらいでこの剣王に勝ったつもりか。まだ勝負はついてはおらぬ。まだこれほどの闘気を。まだまだ待ってごときに遅れを取るつもりはないわ。ほう、これほどの圧倒的な闘気の違いを前にしてまだ構えるか。そこまでしてユリアを奪われたくないようだな。貴様もなんとの究極奥義を手に入れたくなったか、ケンシロウよ。そんな奥義など俺にはどうでもいい。俺にはユリアが必要。それだけだ。何？貴様は力を望まぬと。ああ。ウヌを伝承者に選んだ我らが師、龍拳の意図がようやく見えたわ。北斗神拳は愛、そして悲しみを背負う者こそが最強に近づける。師、龍拳は死ぬ間際にそう言っておった。ウヌこそが我ら兄弟の中で最強の北斗に近づける男。龍拳はそう考えたのだろう。だが俺が求めるのは北斗をも超える最強。それこそ絶対であり覇者たる者の剣。ケンシロウ、しばしウヌとの勝負を預ける。何？ユリアを救いたければ救うがいい。それはなんとの究極奥義を求める俺にとっても好都合。ならばこの剣王、最強の北斗となんとの究極、両方とも飲み込んでくれる。最強の北斗を倒すのはこのラオ。ケンシロウ、覚えておくがいい。ちょっと待てよ、ケン。あの巨王がナダイ様だってのか。俺はそう思っている。本当なのかよ、それ。じゃあどうしてナダイ様はエデンを攻めるような真似を。あれは信仰という名目で定期的にエデンの様子を探りに来ていたんだ。様子を探るって何を。スフィアシティの謎が守られているのか確認したかったんだ。そうか。いつ核ミサイルの発射施設ってバレるか分かったもんじゃねえからな。ナダイはスフィアシティの扉が閉じたことを知っていた。ミサイルが発射するまでの残り時間を確認するため、これまでにない大規模な進行をしたんだ。
では先日の進行もそのために。だけどもよ、様子を見るためだけに名代様は強軍を作ったっていうのかよ。もともと強軍はエデンを狙う野党の集まりと聞く。奴らを自分の配下にしておけばエデンへの脅威もコントロールできると考えたんだろう。なんてこった。父が生きていたなんて、私はてっきり死んだものとばかり。貴様、俺は今から今日に会いに行く。今日、いや、名代を説得すれば起動した核ミサイルの発射を止められるかもしれん。そんなもんどうやって止めるって言うんだよ。いえ、可能かもしれません。剣王様の話では父の剣で扉を開けられると言っていました。父さえ協力してくれればスピアシティの扉は開けられるかもしれません。ああ、そして俺が奇跡の間で眠るユリアが目を覚ます前に連れ出し、ミサイルの発射を止める。確かにそれなら止められるかもしれねえ。今日の根城はどこだ。知っていればこっちから攻めるさ。そうか、何か手がかりでもあれば。しかし今までの進行頻度からそう遠くない場所だと私は睨んでいます。町で情報を集めてみましょう。城門を開放したことにより外の人々が多くこのエデンに集まってきています。何か知っているかもしれません。はあ、今日はキサナ様に会えるかな。いつもキサナ様は頑張ってるんだろうな。今日はキサナ様に会えるかな。今日はキサナ様はいらっしゃるかな。いつもキサナ様は頑張ってるんだろうな。今日はキサナ様に会えるかな。
そこのお兄さん。なんだその反抗的な目は。口で言ってくれからね。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありございました。ありがとう、ケン。ケン。助かっちゃった。を掃除しなくてはな。
やっちまうぜ。逆らったことを後悔させてやる。あくまでさえも俺は手なずけたぞ。おれ、勝つのは俺様だ。灼熱拳！